日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。シーダスターバックスの新作チョコレート商品5品を食べたいと思います。奥に見えるのがオペラフラペチーノ、手前に見える白いのはホワイトオペラフラペチーノ、奥の左側にある紙コップがジャンルエモカラテですね。そしてチョコレートマフィンとチョコレートパイ入りケパイケチョコ、生チョコ入りケパイですね。どっちチョコレートいっぱい美味しそうです。一足早いバレンタイン、スタバレンタイン来ましたね。それではまずはエペラフラペチーノからいただきます。これなんか去年も出たらしいんですけど、その時鍋が飲んでないんですよね。どうしてなんだ、不思議だな。去年の動画見返してみたんですけど、あ、今年飲めばいいか。ではいただきます。というわけでオペラ飲んでみます。飲むオペラは鑑賞するオペラとはどう違うのかな。ししし、わっ、きっ、いや、ちゃや、思ってたよりも来るな。あ、何が来るのかって、それはね、後で説明しますと。そしてチョコパイはこれと、まあパイ美味しくはあるんだけど。さあ、どうなんだろう。一方でマフィンはともちんとしてる。おいしいね。詳細はこの後すぐ。ちょっとここでマイクトラブル発生ですよ。撮影中に起きないでほしいな。というわけで今日はアフレコで対応します。まず最初に飲んだオペラフラペチーノなんですけど、チョコレートだけでなくアーモンドの香ばしさも結構感じられて美味しかった。甘いだけじゃないチョコレートの奥深さを楽しませてくれましたね。なんで本当に去年飲まなかったのか、今考えても本当に不思議です。一方で、アーモンドの香ばしさも中から感じられました。結構大人向けのフラペチーノチョコですね。だから、どちらかというと苦味が好きな人が飲んだ方がいいかなと自分は思いました。で、ですね。次に食べた、次に飲んだジャンドゥやモカはあまりチョコレートの味が感じられなくて、ほんのり苦いだけみたいな気がします。あ、そうだ、さっきちょうど食べた生チョコパイなんですけど、ちょっと食べてる最中にパイとバラバラになっちゃったのが残念でした。で、生チョコのねっとり感は好みだったんですけど、どこか違う、バラバラになるのは勘弁してもらって。一方米粉マフィンはもっちりした食感とコリコリダイスチョコがよく合っていて美味しかったです。で、最後に飲んだホワイトオペラフラペチーノは通常版と比べるとミルクの甘さが強くてどこかまったりできる味わいですね。だから心安らぐ味、落ち着いた味わいと言えるかもしれません。今日飲んだのはやっぱりだからと、この2つのフラペチーノがダントツで美味しかったので、バレンタインにあなたもぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。点数は5点です。それでは本日もご視聴ありがとうございます。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。